小野です。ゆうやです。おゆらじ32回目でーす。いやー、ついに32回目。はい、またあの怪獣がやってきましたよ。いやー、怖い怖い怖い、ね、もうね、時間おいしそうなんでね、もうすぐ行きましょうよ。出禁にしたはずなんですけどね。うーん、なんかね、突破してきちゃったみたいで、ね、解除はしてないんですよ解除はしてないんだけど、はい、バリケード破ってやってきちゃったっていう表現が正しいかもしれませんね、うん。いや、今日は何時に帰れるんでしょうか。それではタイトルコール参りましょう。小野とゆうやのほのぼの夕焼けラジオ。おゆらじ。皆さんこんにちは。今日はお化けが来ていてとっても怖いです。小野さゆりです。同じく石井ゆうやです。32回目、はい、あの前回来た時は、うん、あの番外編がボツってるんですよねで今回はね、そのボツにしないっていう、うん、多分一つテーマをね、彼は掲げているはず。いや、すいません、ここですか。すいません、すいません、すいません、あの、ね、あの前の門開いてたんですけれども、すいません、すいません、あれ、ここですか小野とゆうやのボケボケラジオでしたっけ、ほのぼのだよほのぼのしてたかボケではないですね。いや、あのね、あのね、さっきね、話しかけられてさ、この人に今回もボツにしてやるからなって言ってたんだよね。何も変わってねえな、うん、多分ね、全然変わってないからもう本当にこれ、はい、自己紹介してください。はい、はい、福島中央テレビの野川隆博です。どうも、はい、ありがとうございました。今日もありがとうございました。2分しかいなかった、2分しかいなかった。お帰りください。もう5ヶ月ぶり2度目の出場でございます。皆さんお待たせいたしました。抜け切ってないんだよ、高校野球。いや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 、大好きですからね、うん、いや、でも2度目の出演ということでオファーをいただいたようで本当にありがとうございます。オファーしてないですよ、うん、え、勝手に来たんだよ、だって、うん、あら、なんで来たの。いやいや、そこのさ、門が開いてたから、バリケードバリケード突破っていうか開いてたからお邪魔しようかしらと思って。バリケードボロボロになってるよいや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 、おゆらじも甘いな。ゴジラみたいな、うん、そんなそんな。でもやっとね、突破できましたので。突破じゃねえかよ今日よろしくお願いいたします。怖いな、はい、前回はちょっとね、あの疲れちゃってね、大変汚いお言葉遣いが、あの炸裂しまして、あれはですね、私ついてたんですよ。たまに私の肩にこうつく悪い妖精さんがいましてね、うん、ほら今はちょっと今いないんですよ。バリケードに置いてきたからバリケードに引っかかってる、こうやって大丈夫、突破してくることない。ないです、ないです、ないです。あとね、2時間で終われば大丈夫。あ、じゃあ早く行きましょう。大変な妖精さん。よろしくお願いします。でさ、今日何しに来たの。雑雑じゃない。いや、来週日本テレビ系列総力を挙げましてお送りするのは何でしたか、はい、え、何え、やば、え、何、ほら分かってるような顔してますけれども日本テレビ系列で放送します24時間テレビ愛は地球を救う。私はこの仕事に、あの24時間テレビに携わりたくて日テレ系のアナウンサーを目指したわけですよ。さあ、7年目の今年夏、2023年夏にやっときました。24時間テレビ福島の MC を担当させていただくことになりました。誰だよ、オファーしたの。おいおいおい、拍手、スタッフ、スタッフも拍手にぎやかし、あれね、え、その告知だったってこと。そうです、そうです、もう、ね、じゃあここまでありがとうございます。いや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 、まだ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 告知してないし、してないよ。もうそれこそね、24時間テレビを名目にすればこのおゆらじもね、出られるんじゃないかということでね、うん、編成もね、すぐうんと甘いな、うちの子。いやいやいや、もうね、もうバリケードも開いてましたから。出禁の人間をこんな簡単に入れるのかそうだよ、どうかしてるよ、中て何のために出禁って言ったかね。いや、だからまずね、この24時間テレビの告知をさせていただきまして、うん、後半私がね、ひっちゃかめっちゃか暴れたいと思います。やめてください。いやいや、まず、ね、24時間テレビ石井さん、何か思い入れありますか、はい、今年で9回目ですよね。えもうそんなやってるそんなやってますよ。9回目ですか。あれだよね、ノーガーと一緒にゴミ拾い一回やりましたよね。やりました ね、コロナ禍前に2019年やりましたね。そう、ノーガーが海沿いからぐーって歩いてゴミ拾って郡山までやってくるっていう、うん、いや、およそ100キロ、
100キロもやったのあれ。およそですね。100キロやりましたよ。歩いたん？あの小野さんが総合司会だった回ですよ。私オンエア今回チェックしてきたんですけれども、すごくハートフルなコメントをスタジオでされてましたよ。ビッグパレットで。当時のねスタジオで覚えてるでしょ。覚えてるに決まってるんじゃないよ、うん、あれなんか稲野さんみたいなペンラツのペンラツの稲野さんみたいになってた今。覚えてるに決まってるんじゃないの。いいんじゃないの。いやよくないんですよ。よくないんですよ。でも石井さんとはね一緒に歩きましたからね。で初日は野川がゴミ拾ってるところを僕がね中継でお伝えするリポートするっていう感じだったんですけど、で2日目の朝にちょっと幹部の偉い人が、うん、お前もゴミ拾えっていうお達しが来まして、2日目からは俺も一緒にゴミを拾いながらリポートをするっていうでも思い出はある。石井さん何が大変って、私はその体感リポートをするだけ、石井さんは何回も何回も中継に振られてましたもんね。振られてたって、ディレクターと一緒に休憩しようと思ってセブンイレブンで弁当買ってたら電話来て2分後中継行くからって言われて、って言ってコンビニ飛び出して農家のところ行って走って中継するとか、そんな感じだった。でね、同じことは言えないから毎回違うことをね、ひたすら農家の T シャツに書かれている皆さんの寄せ書きを読み上げるっていう。あー、未だに宝物です。中継やってましたよ。いやー、思い出深いですね。でもやっぱり心は温まりますね、24時間テレビね。また今年会えるの楽しみですね、たくさんの人ね。今回ね、会場メイン会場が郡山市のね会場になってて、たくさんの人に、ね、会えるのは本当に嬉しいですね、うん、そしてあの今年はですね、会場がこれまでとはちょっと違うこともあるので、皆さんにお会いしたいので、うん、ちょっと告知をさせていただきますね。いいんじゃないの。そのいいんじゃないののお二人もね、ペンラツのお二人も出るんですよ。石井さんということで、今年の24時間テレビテーマは明日のために今日つながろうです。26日土曜日、27日日曜日に放送を予定しています。福島県内には郡山市の中央公民館をメイン会場にしまして、福島市、会津若松市、いわき市、全5カ所の募金会場を設けます。これまでビッグパレット福島でしたけど、今年は郡山市の中央公民館がメイン会場です。県内の各会場からも生中継でお届けします。26日土曜日の放送は午後3時から永井アナウンサーが MC を担当します。そして翌日曜日27日は午前11時24分から加藤沢アナウンサーと私野川が MC を務めさせていただきます。あの公開生放送で中央公民館に来ていただきますと、生放送の舞台裏もご案内しますので、ぜひぜひ郡山市の会場で加藤アナウンサーとお待ちしていますよっ。お、そして小野さんも27日はリポーターで出演するんですよね。そうなんですよ。平田村に住む安ファミリーも長く取材しているんですが、うんうん、その家族をね、あのリポーターとして今回も取材していますので、はい、放送する予定です。そして今年の24時間テレビこれだけじゃないんです。福島中央テレビでは中京テレビと一緒にメタバース募金会場を開設します。うわー、中京テレビ。そうなんですよ、あの東海三県を名門じゃないですか。そうなんです、中京テレビなんて言ったら、それこそね、あの小野さんはね1年前あそこで暴れ散らかしてましたもんね。あら、暴れ散らかすなんて言い方はよろしくないんじゃないの。遊びに行かせてもらったんですよ。小野さんの戦法でずるいですよね。なんか私後輩からなんか舐められてるんですみたいな、ああいうネタを持ってって自分は絶対損をしないようにこう計算をし尽くされた上でのスタジオでのパフォーマンスだと思いません？あ、それに対して脳側はもう体一つでぶつかってった感じだね。そう、ぶつかり稽古ですから私はね。まあ、あなたたち2人とも中京テレビで暴れ散らかしてますからね。いやでもあの一番損をしてたのは石井さんですよ、うん、なんで確かにね、舐めてる後輩として紹介され、うん、そうだよ。それに対してのフォローもない。でも私、うん、何にも嘘ついてないもんね。確かに嘘はついてないかもしれない。俺が悪いみたいになってるのあれ。舐められてるもん、はい、あのもう告知戻ってだって。わかりました、うん、ずれちゃって。じゃあ、 あのつつましく進めさせていただきます。つつましく。さあ、そんな中京テレビとのコラボメタバース募金会場をともに開設します。メタバース空間は25日金曜日からオープンします。
バーチャル空間でキャッシュレス募金が行えるほか、メタバースだけのステージコンテンツも盛りだくさんです。福島ステージという名前で中テレが手掛けるステージでは、すごいじゃない25日これ金曜日ですよ、金曜日の夜8時から私ノーガーとコラボしたいと打診しました中京テレビの田村光平アナウンサーとのトークショーが行われます。なんで田村アナウンサーとなんですか。私とねちょっと似ているところがあるのかなと勝手に親近感持ってたんです、うんうん、どういうところ。田村アナウンサーは同期で男性アナウンサー、あの岡田さんですよ。岡田バスケでもうすごい新人賞も取った、めちゃくちゃ上手なね。そうなんですよ、うん、それにちょっと劣等感を感じてるって言って脅迫に出てたんですよ、うん、わかるって思って、私も長いと同期で彼女はできる、うん、私はできないみたいなね勝手なレッテルを、うん、まあ私が貼ってたんですけれども自分で、ね、皆さんがね貼ってたわけではないですけれども、うちではで、あの彼はスポーツ実況が今すごく頑張ってる最中なんですって、うん、彼のね歩む道からちょっと私もヒントを得たいなと思いまして、あの田村アナウンサーとのトークショーも25日の金曜日夜8時から予定しております。そして土曜日曜日には声優の内田彩さんにひまわりチャンネルや岡田大江の岡田さんなど豪華ゲストが登場します。そしてそんな福島ステージの鳥を、飾るのが、あれこれ本当ですか、え小野さん、え小野とゆうやのほのぼの夕焼けラジオメタバース公開収録。なんでやねー大鳥、ちょっと福島の24時間テレビの大鳥、うん、おゆらじ、すごいこれ、ね、中京テレビとのコラボでしょ。いやついにここまで来たかとこんなね中京テレビさんとね巻き込んで行うこのステージでダメなんですよ。すごい、何ゲスト、もっとすごい人、ゲストいるんですか。すごいんだよ。誰おゆらじファミリーが来るから。ファミリーなんて言いました。いるよ。えアナウンサー、違うたくさんいましたよね。あれはあのファミリーじゃない、親戚ぐらい。親戚、一等身のファミリーは誰一等身のファミリーは、はい、イカロスの三好ハイボールとおかず力チャンネルの岩本。誰すいませんすいません、どなたでしょうか。岩本。いやお前それ今ときめくんだからすごいんだよ。え今回のおゆらじのこのメタバース公開収録に岩門がやってきます。どなたでしょう。ちょっと待って、さっき私のさ時には拍手がなくてなんで岩門であるのよ、おかしいだろう。でもこれ、ね、活躍の経歴聞いたら、あ確かにすごいってなると思う。あ、じゃあ紹介しますね。お願いします。フルネームは岩本俊介はじめまして。 YouTube チャンネルのおかず力チャンネルで活動している。はじめまして、まあ、チャンネル登録者数は多分ね1000人ちょいぐらい。はじめまして、うん、で今アメリカンフットボールの X リーグのお隣福岡サンズっていうところでプレイヤーとしても活躍してる。えそうなんだ。そう、本当現役のアメフト選手、はい、からのネットフリックスにて全世界で話題沸騰中のドラマサンクチュアリに出演してる。お主人公のライバル役バガリっていう。おお、なるほど。これ脳が知らないと思うけど、はい、めちゃくちゃ話題になってるから。本当ですか。もうすいません、全世界で勉強不足でした。でその主人公の本当ライバル役でセリフもちゃんとあるし、うん、結構ね大事な役どころやってる。ほうほうほう。で大人気格闘技イベント、うん、ブレイキングダウンに出場が決定しました。おー、YouTuber 兼アメフト選手兼俳優兼格闘家兼不動産会社の社長という、うん、今も私の大学時代の同級生。ちょっと待って、それだね、それで出られるんだね。縁子だね、縁子、石井さんの縁子、親戚でも何でもない。違う、もうファミリーだよ、おゆらじファミリー。あ、本当ですか、うん、あの小野さんご存知でしたか。まあ、ファミリーっていうのは今日初めて知ったけど。え勝手に言ってるのこの人が。ファミリーってサブラがファミリーって言ってたよ。だって岩門っていう言葉はね、あの都度聞いてはいた。あ、本当ですか。そうなるほど。ちょっとでもサンクチュアリ見てる人はマジでって今なってると思うよ。本当に本当ですか。私もちょっと岩門にお近づきになれるようにサンクチュアリですね。お相撲さん役で出てるんでしょ。すごいんだよ、力士役で出てるから。
学生時代、大学時代の友人ってことは、うん、私先輩ですよね。そうだよ、あなたと私同じ大学だからね。中央大学ですよね。中央大学で先輩後輩でしょ、うん、はい、だあなたの先輩に当たるから。あら、それは優秀な方ですね。あ、優秀だよ。そんな失礼な態度取ったらお前あれだよ、もう寄り切られるよ。うわー、怖い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 。岩門と喋ってみたいな。ということで、岩門さんにこうメッセージとかもあるんですよね。ああ、もう皆さんね、質問ね、多分たくさんあると思いますので、はい、岩門へのメッセージお待ちしております。じゃあ私もね、来週にはそこの突破してきたゲートが閉まってると思いますので電子メールで送らせていただきます。どうしよう、来たら突破してきたらどうしよう。会場にはいるからね。盛りだくさんですね、24時間テレビ。はい、今年の24時間テレビ、うん、地上波でもリアル会場でも、そしてメタバース会場でも、ぜひ皆様のご参加お待ちしております。さあ、そしてですね、ちょっとメールが届いてるのでご紹介しましょう。ラジオネームあやたんさんから。石井さん、小野さん、能川さん、こんにちは。こんにちは。そして能川さん、出禁会場おめでとうございます。イエーイ、皆さんのおかげさまです。してませんからね。してますよ。おゆらじ初の正式ゲスト、番外編没、出禁、出禁会場と歴史的快挙を成し遂げまくるボンバーウーマン能川さんが再度襲来するとのことでメールを送りました。24時間テレビの告知をするとのことですが、皆さんはチャリ T シャツ何色が好きですか？いやいやいや、入ってこないのよ。すいませんすいません、全く最後の質問入ってこないんですよ。何色が好きなの？いや、私やっぱ新色のグリーンピース。あ、苦手な人結構多いよね。違う、野菜じゃないね。あ、違う、平和のピースにパズルのピース、そしてピースサインと様々な意味が込められたグリーンピースなんですよ。おー、さすが24時間テレビ好き。大好きですから、ね、さっき調べてたもんね。ねねね、ほんとさ、こういうこと言う石井さんはさ、うまく流してくれたのに、さゆり、ほんと、この後覚えとけよ。騙せないからね、さゆりは。え、ちなみに小野さんは気になる。うん、リスナーが気になってるからそうなんです。メールなんですよ。脳側じゃなくて。あ、そう、はい、私はね、何色でも好きだけどね、うん、まあ、ピンクか黄色だね。あ、うん、おあ、いいですね、うん、ね、は話も広がらない、うん、答えありがとうございます。石井さんは？俺はね、あ、まあ、青とかもいいなって思うけど、うんうん、まあ、結局毎年ターメリックに落ち着くんだよね。いやいや、ないないない、香辛料ない、そんなスパイシーなやつないです。あの黄色ターメリックじゃないので、うん、ないです。そのウコン科のね、香辛料ないです。あ、刺激的な日々をとか、そういう意味が込められたターメリックじゃないんだ。あ、ないですないです。石井さん、ターメリック色を着るとね、あの、はい、お肌はね、こんがり小麦肌だから、うん、カレーライスになるんだよ。そう、本場のね。いやいやね、なんだ、おいおい、ちょっと今ね、横についているディレクターが、あの、悪いことをやってるんですよ。ん？なんだ？さっきターメリックがウコンかなの調べてた。いや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 、もう俺の回答を予測して事前にターメリック検索してたんだ。素晴らしい、ほんとさ、準備力が、やめてめえ、ね、なんね、これ私、これ編集立ち会うからな。ジングルここで訂正です。先ほどの能川アナウンサーの発言に誤りがありました。まず一つ目、ターメリックをウコン科とお伝えしましたが、正しくは生姜科ウコン属の誤りでした。また岩門さんのことを一等身とお伝えしましたが、正しくは一身等でした。大変失礼いたしました。重ねて訂正をします。ターメリックのアクセントがターメリックになっておりました。岩門さんのアクセントが岩門さんになっておりました。大変失礼いたしました。仕返し、仕返し。何、私の、今私のこと言った？はい。あれ、だってこういう小さなことまで
小さなことまでというかね、まあ、私が間違えてますけれどもアナウンサーとしてはダメダメですけれども、高尚な番組と伺いましたのでアクセント一つとっても今後はなるほどね、はい、ここからそういう感じでいくおゆらじゅ、なるほどね、そしてもう一つ訂正があります、先ほど石井さんの発言の中で24時間テレビのチャリ T シャツ青とお伝えしましたが、正しくは水色でした、重ねてお詫び申し上げます。同じだよ水色も青族みたいなもんだろう。いやいやいや、それで青族水色化みたいなもんだろう。それは生姜かウコン族じゃないんですよ、うん、違うの、青族水色化じゃないの。違います違います。野沢さんは事前で調べてそれで間違えてるっていうところがちょっとね問題ですよね、うん、いやいやいや、まあね、まあ本当に反省しますわ。だ一等身はあれだからね、うん、カービィだからまあ確かにね、うん、あ、私本当に一等身って言いました。本当に岩門は一心とそうか、一等身はカービィでも私は岩門さんはカービィのような感じかなと思って、私はフォルムはな、そう、私はそっちで言ったんですよ。140キロあるからさフォルムはカービィなんだけどということで、あの訂正も終わりましたので、はい、野沢さん、長いな訂正、ここでじゃあお別れ、帰らないよ、帰らない、ありがとうございました。帰らないよ、テレビの話題はここで終了ということで、はい、違います、綺麗に終わりましたね。バリケード閉めて、バリケード、バリケード閉めて、追い出して、いやいやいや追い出して、いやもうね、せっかくね、はるばるバリケードもね、もういろんなもの刺さりながら突破してきたわけなんですから、ちょっと楽しませていただいてもよろしいですか。何を。前回私が何の話をしたか覚えてますか。覚えてない、もうひどかった覚えしかない何の話をしたっけな。なんか暴れ1回のねラジオ好きとして、うん、おゆらじどうなんだと、ラジオの体は取れてないんじゃないかというね、ラジオ好きならではの目線で言いましたけれども、そんなこと言ったか聞き返してこい本当なんですが、もうおゆらじについてとやかく言うつもりはありません。ランキングにも入られているそうで。入ってんのかい。すごい粘ってるね。皆さんちょっと待って。やっぱ訂正は大事だったね。そういう意味では正しい情報をお伝えするっていう。で、じゃあ今回何をお土産話に持ってこようかなと。いろいろ考えた結果、いやそんなね台本を覗き込んでもダメなんですよ。あの人だいぶ準備してる。台本になんだか色つけてね、書き込んで、赤と青で色つけ、この話もう一回します、前の話あれ押すからいいです、白すぎるんですよ、真っ白折り目すら先ほどつけましたよね、その台本真っさらなキャンバスに色をつけていやいやいや、それがおゆらじだからそれっぽいこと言うんじゃないよということで、小野さん石井さんの暴露話大会、もうお帰りになっていいですか。いやいやいや帰らないよ。ありがとうございます。ということでね、お二人心当たりにすらないかもしれません。何が。お二人が犯している罪について。罪なんてありゃしない。罪犯してる俺、まずはですね小野さんから参りましょうか。何、私暴露されることなんてないよ。小野さん最近、私に、うん、賃貸マンションの URL を送りつけていらっしゃるわけなんですよ。この物件どう？まあ、確かに私は今マンションを探してる、うん、オートロックで、うん、エレベーターがついてて、うん、マンションを探してる、これぐらいの価格帯でとか ね、それ言いました、うん、なぜ 2LDK 以上が送られてくるのでしょうか一緒に住もうと誘われてるんです。迷惑です、もう本当にもうやめてください、堪忍してください、もうほんまに一緒に住むなんてもう絶対に無理です、もう。じゃあ一緒に住もうなんてそんな言い方してないじゃん、シェアハウスしましょう。いや同じだろそれ横文字にしたかどうかですよ。やっぱりね、やっぱ家賃って高いんですよね、福島県も。だからどうすれば比較的低価格で、うん、かついいお家に住めるかって考えた時に、はい、お、シェアハウスすればいいじゃん。なんで私なんですか。え、なんで私なんですか。いいじゃん、なんかちょうどいいなと思って、まあ、だってお互い害がないでしょ一緒に住んで。まあ確かにね、うん、全く小野さんの私生活も興味ないですし、ちょっと興味持ってない。え、私もこれだけはさ譲れないルールみたいないんですか。ないないない。
で私も直川さんのこと興味ないから、どういう私生活を送ってるのか、どういう友達連れてこようって、はい、全然興味ない、ね、お互い干渉もしないし、確かにね、ルールもお互い大雑把だからね、うん、いいかもしれないけど、一番いい相手を見つけたなと思って私は誘ってるの。ちょっとここには裁判長がいるんですよ。え、このね、被告と原告と、あと裁判長がいるんですよ。被告どっち、はい、被告、もちろん小野さんですよ。私が訴えてるんだから。ちょっと裁判長どう思いますか。2人は仲悪いの。あ、おそらく良、うん、くもなければ悪くもない。ちょうどいいでしょ。あ、そうか、仲良すぎるとちょっと意外な一面とかが共同生活で見えちゃったら、うん、あ、なんかがっかりだなっていうのもあるかもしれないけど、それもないから、ない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 、意外とそううまくいくのかもしれない、ね。いやいやいや、裁判長、裁判長。どういうことで、シェアハウスしたいんだよ、ね、うん。意義あり、意義あり、意義あり。はい、駅前のいいマンションにさ。いや、それは住みたいですよ。でしょ。郡山駅前ね、今、うん、あの地価がぐんぐん上がっているらしいですから、それは住みたいけれども。いや、私も住みたい。これいいじゃん。いやいやいや。シェアハウス決定。いやー、絶対嫌だ、絶対嫌だ。なんで嫌なの、野川は。え、手に負えない。無理。お前もな。お前もな。あの、石井さんは私直属の先輩であり、すごく可愛がっていただいたじゃないですか、うん、それこそもう私がね、もうどうしようどうしよう、この仕事無理無理無理って言ったら、やれ遅くまでね一緒に残ってくれて、やれなんて言われないですよ。一緒にね、あの練習付き合ってくれるお兄さん、あの、うん、小野さんって問題児なんだよじゃないですか。え、一緒に住むなんてありえなくないですか。で、ある意味すっごく害がある。害があるの。なんで、わかります、私の言ってる意味。全然わかんない。あー、出ました出ました、これ MC を明日からもね、円滑にやるために。まあでもさ、ね、住んでみたら意外とうまくいくってこともあるかもしれないし。まあ俺は、あ、私諦めないから、うん、いや、他頑張ることあるでしょう、私と一緒に住むより。まあ愛は地球を救うってことだな。いやいやいや、そこで救わないし、結局な、24時間テレビそこで出ないんですよ、うん、もう本当あの迷惑しているっていうね、小野さんへのクレーム。でもおゆらじの皆さんは多分応援してくれると思うからね、その応援メッセージ応援メッセージ。まだまだ諦めてません。でもあの、ま、そんなね、あの他のメッセージが来ているんですよ。こちら、崖から落ちたポニョさん、大丈夫かショックといただきました。崖っぷちのポニョ。さゆりちゃん、ゆうたん、こんにちは。こんにちは。早速ですが、最近私かなりショックを受けたことがありましたので聞いてください。どうした。先日久しぶりにさゆりちゃんのブログを開いてみたら、ゆうたんの写真が。でもその瞬間頭が真っ白になりました。なぜならゆうたんの左の薬指に光るものが。うそー、ゆうたん結婚してたの。うそでしょ。我が家のアイドルでもあるゆうたんが結婚してたなんて。母も私も娘もショックを受け、その日の夕食はお通夜のようでした。崖から落ちたポニョさんからでした。その他にも気づいている人が他にもいらっしゃいました、カレーうどんはにやけ中。ポニョは一等身だっけ。いやいやいや、そこいいですよ。いい、そこいい。カレーうどんは一等身ですかね。いや、何言ってんの。カレーうどんはにやけ中さんからいただきました。さゆりちゃん、ゆうたん、こんにちは。いつも楽しく聞いております。最近ゆうたんの変化に気がつきましたのでメールをしました。いつの間にかゆうたんの左の薬指に光るものが。息子は匂わせだーとニヤニヤしておりました。ここはおめでとうございますと言ってもいいのでしょうか。いいと思われますので行ってみましょう。ゆうたん、ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに。きっとシャイなゆうたんのことですから、恥ずかしくて発表できずにいるのでしょう。さあ、この便りを機におゆらーに発表してください。我らがおゆらーじゃないですか。ないのかい。ないのかい。ああ、そうなんですよ。他にも数日このような同様のお便りいただいてたみたいですよ、はい、先日ちょっと、まあ、私事ではあるんですが、
結婚をさせていただきまして、ありがとうございます。パパパパパパン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 パン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 、チャンネル変えないで、チャンネル変えないで、パパ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 ドゥルルルン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 ドゥことある？いやだからこの間さ、サイコロゲームで ありましたねサイコロゲームで、あの視聴者とね、こう電話つなぐんですよ、サイコロゲームって。でちょっとあのハガキにも書いてくださってたんですよね。なんかあの石井さんいつから指輪してるんですか、気になりますっていうのがハガキに一文書いてあったんだけど、小野さんは俺が発表はしてないから、ちょっとそこの行だけ飛ばして、その方を紹介してくれたのね。視点が効くでしょ。そう、先輩優しいなと思って。さすがのアナウンス力ですね。どこどこの誰々さんです。そこだけ飛ばしてね。あ、小野さん優しいなと思って。でしょ。うん。さすが気効くなと思って。ありがとう。プル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 繋がって。あ、こんにちは、ご時世中ドキドキサイコロゲームですって言ったら、あ、見てます。石井さんいつ結婚したのって生放送で聞かれて乗っちゃって乗っちゃって乗っちゃって、あ、聞かれたらさ嘘つくわけにもいかないから、あ、先日って言って、指輪いつからしてんの、あ、先日って言って、いつ先日って言って隣で私大爆笑手叩いて笑っちゃってんのようやく小野さんだけじゃなくて、あのカメラマンとかフロアとか全員笑ってた、あの時ねえ、ようやくでもこのおゆらちでも発表できてよかったね。いや嬉しいですね、あの我らがおゆらじゃないですかって。そうだよ、ねえ、もうファミリーじゃないかっていうことですね。俺たちも一等身だろって言ってくれてるんだこれって。いやいや、一心ともね、そう一心とカービィになっちゃいますから、また訂正しないといけないから。いやでもこうやってありがたいですね、気にかけていただいて。でも石井さんオンエアで指輪をしていたということは、うん、今日まで隠していたわけではなくて、してないしてない、発表する機会を失っていたと。てか一サラリーマンだから、そうですね、わざわざ発表するほどのことじゃないって俺は思ってた。なるほどなるほど、うん、まあ幸せムードはここら辺に置いときまして、アピールがすごいわけなんですよ。アピール、はい、石井さん、最近お弁当、あれ愛妻弁当アピールですか、それもね、あ、もうね、どっかのあの、え、OL みたいな、あの全部緑、野菜オンリーのヘルシーなね、うん、どこの丸の内の OL のね、うん、あの弁当をくすねてきたのかっていうような公園のような青々とした、確かに芝生、ね、芝のような、もう中テラスも負けてないよ、うん、っていうのにね、そこにかけるのが、ここはね男性だなと思うのがね、くっさいニンニクのドレッシングもうアナウンサーのねデスク周り、すごいんだよあれ。あ、石井さんお食事始まりました昼休憩ここから1時間入りますっていうゴングなんですよ。ニンニクの香ばしいね、臭いって言いましたけれども、すごく香ばしい匂いに、いい香りだろ、いい香りなんですよ、うん、なんかみんなはさ、こそ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 、何の匂い、何の匂いそんな匂うあれ。でも私はさ、もうそんな早く聞かなきゃと思って、何の匂いなの石井くんって言ってね、教えてくれたよね、あの時ね、ベニマルで買ったドレッシングガツンとした味欲しくなっちゃうんだよねそこは、あれ、あれはもう愛妻弁当認定でよろしいんでしょうか。いやだから、もともと俺は小野さんにも言ったんだけど、ダイエットするって言ってサラダ生活を始めてたのね、はい、そしたらあの奥さんも、あ、じゃあ私もやるわっつって、はい、で作り始めた、はい、でだん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 なんかやっぱり俺は肉とサラダ野菜だけだったんだけど、そこにこう彩りが添えられて、どんどん、どん、どん
美しいのが中テラスみたいな最近なってて花が咲いてきて最近なるほど、ね、今日はあのラタトゥーユが入ってた。あらららら、真っ赤なね。そう、うん、でもそれもちょっと俺味物足んないなと思っちゃってこそっとニンニク入れてきた。あらららら、はい出ました。ですね、もうこの、 あの愛妻イベントアピールの話です。味を変えられるこちらの身にもなっていただきたいんですよ。私もね妄想の中で結婚してるんですけれどもね家に帰ります、うん、あーもうあーおめん待って、あー疲れた疲れたって思ってラタトゥーユも作りますよ、うん、そうしたらもう先に帰ってる私のパートナーが出しました、うん、ラタトゥーユよって言って出しましたそうしたら塩だの胡椒だのかけるわけですよ。喧嘩売っとんかといやあの私の味付けが薄いねこんなもん食えるかって言ってんのと違う最初はその美味しく素の状態で食べました、うん、でそれだからもう2日前とかの残りなわけですよ。それをちょっと、うん、自分用にアレンジして持ってきてるっていうだけですから。どっちでもいい。やばどっちでもいいですね、うん、ほっといてほしい、ね、俺はお前をそんな子に育てた覚えがないお兄ちゃん、うん、お兄ちゃん、いやもう、ね、要はね、ほんとね、要は、うん、愛妻弁当でしたっていう結論でよろしいですか。うん、まあそうなるな、はい、まあ、それをねもうスパッと言えばいいのに、なんかもうドレッシングがラタトゥーユに入れてニンニクがとかどうなってんだよそんなものはよ愛妻弁当でしたで、ね、終わる話なんだよいいなもう一回愛妻弁当でした。はい愛妻弁当でした。はい終わりパパパパーンパパパパーンパパパパーン投げよこのくだり小野さんにもちょっと今ねいわきの妖精が肩についたようで払ってくださいお塩でニンニクで払うわ臭いわ。はい、いやもうねほんと2人のねあのアピールとね、うんうん、あのもうしつこい誘いにはほんと迷惑してるんですよ、はいはい、まあまあまあおゆらじの皆さん、ね、え何ね、あの直川さんだいぶ好き放題言ってらっしゃいますけれども、うん、私からも言わせてください。直川さんのマイク切ってマイク暴露話ーマイク切ってマイク切ってもういくつかあるんだけど言えるだけ言うからね。もうまず1つ目あのニュースをね読んでる時の直川さん、ニュース読む時って上半身しか映らないじゃないですか、ね、そうですね、ニュースのブースっていうのは。でもね下半身がすごいことになってるいやらしい。あら下半身が言っちゃう。皆さん想像できないと思いますけど直川さんニュースを読んでる時上はスーツを着てピシッとしてますけどね下半身はねなんと社会の窓全開でございます。いやーあらららららら、こんにちはこんにちは。何なんですかあれ、迷惑なんですけど私からすると社会にね向けて発信してるニュースっていうわけでもないんですけどうまいこと。あのアナウンサーって腹式呼吸をするじゃないですか、うん、であの今朝ですね私衝撃受けてたんですけれども、入社当時から10キロ太るという大台に乗りましておめでとうございますありがとうございます。不名誉なんですがってなると腹式呼吸ってお腹を動かすから昔のスーツだと腹式呼吸ができなくなるんですよ、うん、あのボタンがポーンドドドーンっていっちゃうのでそれだったら見えない部分はいいやと思ってチャック社会の窓だけではなくてホックも全部開けてますなんなら履いてないんじゃないかっていやいやだけどあ終わったニュースっつってちょっと追い込みのニュースの日とかねもう速報でお伝えしたいから、うん、みんな頑張るじゃないですか記者さんもねディレクターもみんな頑張って、うん、よしニュース終わったって言ってアナウンサーもあーってなってる時は立ち上がったらもうチャックが全開なんですけれども、はい、だからノーパンなんだいや履いてます。履いてその下は履いてますその下は履いてます。その下はちゃんとアリパンです。はい、安心してください。履いてますよ、 履いてますよはい、ということで次ですね、もう一つあります。まだあるんですか。あります、はい、あの今日準備してるね、うん、ちゃんと私珍しく準備してるの。ちょっと自分で書いた文字読めなくてちょっとごめんあ、はい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 、私が頑張ってね自分のデスクでさ仕事をしてる時
もう夜ちょっと遅くになってさ、カタカタパソコン打ってる時にね、はいはいはい、いきなりね、あの野川さんが私の隣にやってきて、なんかスマホを見せつけるんですよ。おうおうおう、何かなって思うじゃないですか、うん、仕事関係かなって、うんうん、そしたらなんとなんかドラマの濃厚なキスシーン。ねえ、言わないでそこまで具体的に。あとなんかあの男性が女性に好きって言ったその告白のシーンを、今週のシーンね、あの TVer とかでこう見返しできるじゃないですか、はい、それをなんかずっと私に見せつけてくる。でなんか私がさ頑張って仕事をしてる時にそれ見せつけて、うん、あら今このシーンあらいやーこれ素敵だわおじさん何何こんなこの言葉どうみたいな感じで言ってくるのは本当にやめてほしいです。シェアハピじゃないですか。えシェアハピ、幸せのお裾分け。何どういうこと。だから幸せ、あの告白のシーンとかね、あの縁遠いと思うので、あ、縁遠い、あ、縁遠い、縁遠いって言った、あれね、今うーん、あうーんやった、私できんだシェアハピっていう意味で、うん、小野さんに見せてるんですよ。ありがとうございますわ。いやありがとうじゃない。すごいなんか、すごいなんか迷惑、うん、本当に迷惑。でもあれ良かったですよね。全然良くない。なんでタイプでもないし、私なんで。番組では皆様からのメールを受け付けています。そういう意味じゃない。この前の投稿はメールの件名にコーナー名をご明記ください。ね、いや私新コーナーのアイデア、お悩み相談室、うん、観光大使目安箱などコーナーいろいろございます。好きじゃないの。メールの宛先はすべて小文字で、podcast@fct.jp。なんだよね。番組のホームページの応募フォームからもメッセージを受け付けています。概要欄の URL からチェックをしてください。ワイルドだろう。採用された方には番組特製ノベルティをお送りします。このメールお待ちしております。夏海恋のドラマなんだよ。おぎらじ、小野とゆうやのほのぼの夕焼けラジオ、そろそろお別れのお時間です。お疲れした。はい、いやね、私もうちょっと農家さんに対して言いたいことたくさんあったんですけど、もういいです、もういいです、締めていただいて、まあそれはまた別の機会にお伝えするとしまして、ここでね、メールをご紹介しましょう。あれエンディングじゃないの。オーパッキャマラドーさんから。うわあ出たー。農川さん、早いもので番組出禁からもう5ヶ月ですね。当時番組放送開始からそれほど回数もなく、まだまだ右も左もわからないおゆらじに、ひどい、ラジオの3文字外せやめちまえなどと厳しくも愛あるお言葉をかけてくださいました。それだけにとどまらず、これくらいやるとボツを食らうからねと身を挺しておゆらじに示してくださいました。あれ以来なんとかボツを出さずに続けてこれたのは、ひとえに野川さんのおかげです。老若男女に人気のある野川さん、皆さんおかげです。お天気を分かりやすく解説してくれる野川さん、ありがとうございます。根はすごく真面目な野川さん、お金に目がない野川さん、アナウンサーとしての方向性が定まらない野川さん、そっち側か。中継内の VTR で山椒魚の天ぷらを食べてテレビに映っちゃいけない顔をしていた野川さん、揚げ出したらキリがありません、はい、おゆらじご卒業おめでとうございます。なんでだよ、しないよ。本当に本当にありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。さよならは言いませんよ。ということで、あ、今日でご卒業ということになりますね。違います、違います。ありがとうございました。今回あの一等身に入らせていただけたみたいで、おゆらじファミリー。おゆらじファミリー。間違ってないね、私。今間違ってる？一等身？一心と、ね。一心と。もう、書いとくわ、私。一心と。一心党に入らせていただいたみたいでね。オーパキャラマドさん、いや言えてねえんだよ。オーパキャラマドもうね、小野さんと一緒のことしちゃうもうやばい卒業の香りがプンプンします。いやいや、留年します、留年します、返納します、少々ということで、今日がお別れということになりますが、野川さん言いたいことありますか。いやあるね、あるね。あのまずオーパキャラマドーさん、ちょっと違うんだよね。オーパキャラ
これご卒業、ご卒業っていうことで、ね、いや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 、はい、ちょっと待って、あの、オーパキャマラドーさん、はい、なんだ卒業ってということで、能川さん、いやいや違うね、お別れです。最後に締めの一言お願いします。え、番外編も出るからね。ここまでのお相手は宇野さゆりと石井優也と能川貴博でした。さようならしないよ。